はい、じゃあ続きやっていきたいと思います。よし、みんな聞け情報。チェスターは侮れない相手だ。ボールを持ったら奴には近づくな。じゃあボールを持ったら奴には近づくなって、じゃあフリーにはできんでしょうよ。これおかしくね、この作戦。ボールを持ったら奴には近づく、あ、自分がボールを持ったらってことか。ちょっとチームデータ見てみましょう。レベル、モーリス、イサキ、レベル3ですね。最大ガツは632。必殺技がオーバーヘッド、ツインシュート、ジャンピングボレー、ゴールデンコンビ、ムーンサルト、パスカット。はい。ナポレオンだよね。さっきなんかフィーチャーされてたのは。こいつはキャノンシュート、強引なドリブル。はい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 。オッケーオッケー。必殺シュート持ってるやついるんで、まあ。まあまあまあ。じゃあ、これでいこうか。はい、キックオフ。よし、みんな行くぞ。おう。はい、シャンゼリゼのキックオフね。エドモンくん。じゃあ、エドモン。どうしようか。ミサキがここにいるか。じゃあ、ちょっとまた後ろに下げて、下げて、相手が攻めてきたところをまたサイドに振るとか、そういう感じでいくか。はい、OK。よっしゃ、こっから行くぜ。ワンツーとか行きたいよな。よし、イノさんくん、ルブランくん。OK、どこまで来る？あ、結構前に来たね。ギュームくんか。パス出したいんだけど、真ん中の岬に出すか。ちょっとリスク高いけど、あー、カットに備えてたか。おっしゃ、オッケー。岬くんについた。これスルーやったらどうなる。11番拾えないかな。3番の方行っちゃうか、相手の3番。やめた。パス出して、モーリス、ナポレオン、どっちに、こっち、この辺見出したいよね。エミールくん、オッケー、鋭いパス、そんなのもあんのか。じゃあ、ナポレオンくんが来たね。あれ違う、味方ディフェンダーがナポレオン？よくわかんねえ。あれよくわかんねえな。じゃあ競り合い、相手の方にボールが行ったってことか。そういうことか。シモン君ボールクリア。ノイエ君やばい、ボール取られた。しかし守備が手薄になるな、こりゃ。どっちだ、ドリブルにかける。来た、ドリブル取れるか。かわされたからの、ノイエ君パスね。はい。届かない。くっそー。あ、でも、だいぶ後ろに下げたな。シェスター、こいつか、要注意は。ノイエ君パスキャッチ。よし、ここ止めるぞ、マジで。あ、シュート打ってきた。マジかよ、ジェスト。パンチング。うわー、マジか。うわー、先制されちゃった。まあでもまだ時間はあるからやっていきましょう。ルブラン君、これ確かさ、誰だっけ、ナポレオン必殺シュート持ってたんで、ちょっとここ確実に必殺シュート打って追いつきたいよね。これさ、もうこの辺から打っちゃったらダメかね。
キャノンシュート、 F2 キャノンシュート、いいね、キャノン、キャノンですね。おっと、吹っ飛ばされた。さあどうだ、1人吹っ飛ばされたけど、2人目吹っ飛ばした。3人目吹っ飛ばせる。おっと、いいね、これ打ったもん勝ちじゃん。3人目吹っ飛ばしてなおもネット突き破るって、これ打ったもん勝ちじゃないですか。これはい、じゃあ次行こう。多分パスで来る。あー、ドリブルできたか。おっと、反則。まあ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 、でもなんとかね、止めたから OK としましょう。はい、試合再開。エミール君パス、ルブラン君が届かない。サイドから攻めてきたな今度。はい、じゃあここ潰しましょう。ドミニック君、ドリブルで来るかな、パスで来るか、ドリブルにかけるか。お、来た、ドリブルできた、ドミニック。くそー、次だ、次ボール取ったらまずナポレオンに渡そう。もう一発くらい打てんじゃない、もう一発くらい。美咲くんがついた、タックル、行くぞ美咲、通さないよ。いいね、熱いね、来た、いいよ。あー、くそ、バランスを崩しながら、くっ、バランスを崩しながらってことはかなりじゃあ惜しかったってことなのかな。かろうじてこう、なんていうか、かわしたみたいな、そういう感じなのかな。じゃあパスカットしましょう。あー、シュート打ってきた、止めろ止めろ。うわー、吹っ飛ばされた、マジか。普通のシュートで、必殺シュートじゃねえのに吹っ飛ばされるって、だからボールの勢いも弱まっている。よし、オッケー、パンチング止めれるでしょう、弱まってるんだから。おっしょ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 っいいぞ、ジェスト君倒れている、スルーだ。はい、まだピンチは続くってこと、ピンチは、パンチング頼む、取る取る、きた、マジか、このゲームめっちゃ難しい。っていうか昔よくこんなゲームやってましたね、ほんと難しい。はい、さっきはもうちょっと前で打ったけど、これもうここで打っちゃいます。はい、キャノンシュート、これ入ったらもうこれクソゲー認定です。これ入っちゃったら必殺シュート、必殺シュートゲーザーな、ね、なっちゃうんで、これ入ったらクソゲー認定です。はいはい、クソゲー、はい、クソゲー決定、はい、クソゲー決定です。よっしゃ、とりあえず2対2だけど、これさ、ボール奪えないとちょっとこの点数取って取られてが続くよな。パスカット、パスカット、あー、ドリブルできたか。次は、あー、ドリブルだ、2人かわされる、かわされたら何秒かはやっぱ動けないのかな。シュート、こっから、しかも普通のシュートですけど、止めろ止めろ止めろ、オッケー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 、よーしよーし、来た来た、美咲、俺たちのコンビプレーを見せてやろうぜ。うん、なんで片目つぶるんでしょうかね。2人抜きになったプレーにも、もらった。バカな。せっかくボール取ったのに。バカな。じゃあ、シュート打ってくる可能性もあるから、ブロックとタックルでいきます。シュートは打ってこなかったね。
行くぞ美咲、通さない声と同じですね、さっきと。よーし、よーし、取られた。よーし、行くぜ行くぜ行くぜ。もう美咲くん酷使させます。はい、ここでナポレオンですね。縦パスです。オッケー、低いボールに動きを合わせるシュートだ。まあ、トラップしてキャノンシュート打ってもよかったけど、弾いた。マジか。モリス君、低いボールに動きを、じゃあシュート、もう連続シュートの雨です。これもシュートの雨。弾いた。マジか。どうしよう、スルーしたらどうなる。あー、誰もいねえわ、誰もいねえ。シュートだ、飛び出した。ファールでしょうがこれ。マジかよ、もう得点チャンスを。あー、もうパスカット、ドリブルだ。得点チャンスが、せめてここ同点で前半終わりたいっすよね。2番がいて、2番。ここほんと止めたい。どっちで来る、パスで来るか、シュート打ってくる、それともドリブル、パスカット。あー、ドリブルだ。もうファールでもいい、止められない。くそ、やべえ、打ってきた。止めろ、パンチング止めてくれ。よーし、よし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 、これはもうクリアですね。変な蹴り方ですけど。よーし、モーリス君パスキャッチ。残り時間はロスタイムだけ。そしてナポレオンにボール回します。はい、もうこれで打っちゃいます。はい、打っちゃいます。もう時間ないんで、キャノンシュート、ここ確実に勝ち越して前半終わる。よーし、これでキーパー吹っ飛ばして終わりでしょう。ちょっと待って、今まで吹っ飛ばしてたじゃん。そりゃないっすよ、ナポレオン先生、ほんと。マジかよ。わあ、やばいやつ持った、これ。タックル。止めろ。うわあ、くそー、早く増えなれ。増え。よーし。あぶねえ。よし、この後も気を抜かずに行け。はい、でも、キャノンシュート打っちゃったんで、ナポレオンね、だいぶ、酷使しちゃったよね。136でしょ ?200 ぐらい使うんでなかったっけ200だよね。まあ、良くて後半打てて一発って感じなんで、とにかくあとゼロで行くしかないよな。それかナポレオンに頼らず、あ、美咲を前に出せばいいのか。あいつも必殺オーバーヘッドキックとか打てるから、もうナポレオンは行動しません。はい。行動しません。休ませます。わあ、やばいやつ、また持った。こいつがここにいるから、美咲をね、真ん中に置きたいんですよね。カルダン、お前止めろ、マジで。うわあ、マジか。打たせんな。打たせんな、こいつ、マジで。止めろ。ブロック、シュート打ってくんじゃない?来た、やっぱり。オッケー。止めろ。せめて勢いを弱ませ。うわぁ、マジか。なんで普通のシュートでさ、ぶっ飛ばせるわけ?必殺シュートでもないのに。よーし。惜しいぞ。スルーでバランスを。よーし。無能。ザ・無能め。よーし、行くぞ。カウンター。えい。とはいえ、前にはナポレオンしかいないんだよな。
ワンツー。で、オッケー。これはチャンスだぞ。ここはチャンス。はい、オッケー。だいぶ前に来た。ミサキが追いついてこない。どうしよっか。パス。ナポレオン使いたくね。あー、でもあともう少しでナポレオン回復だから、ちょっと、200まで。せめて200まで。パスいける？ミサキ。オッケーオッケー。タックルできたね。ミサキにボールを渡して、これトラップしてよな。シュート。オーバーヘッドいくか。オーバーヘッド。どうか？シモンがジャンプ。来た！今だ！ミサキくんのオーバーヘッド、いいね、かっこいい。いけ！よし！よし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 ！よし！よーし！勝ち越したぞ。まだ時間はあるけど、でもね、このチャンスを生かすのが大事ですからね。なかなかボール奪えませんから、できればここも奪いたい。パスで来るかな。ドリブルできそうな気もするけど、パスカットパスカット。来た！当たった！読みが当たったぞ。さあ、ボールを取れ。せめて弾いてくれるだけでもいい。弾いてくれるだけでもいい。あー、ダメだ。ダメだったか。来た来た来た。ミサキ。よーし、いいぞ。ああ、でも、まあまあまあ、でもいい、でもいい。時間使ったからね、これで。よーし。カルダン君。あの、やばいやつには持たしちゃダメだ。パスで来るか、ドリブルで来ると、来た！どうだ？くそー、まあ、惜しいところだな。ああ、合わせてきたか？ああ、来たね。やばいやつ。こいつやばい。ミサキが止めろ。ドリブルで来る。男ならドリブルで来るでしょう。行くぞ、ミサキ。通さないよ。来た。止めろ！くぅー！くそー！ナポレオンは使わない。ナポレオンはもういざという時のために。いい、ナポレオンは使わない。いざという時のために。今1点勝ってるから仮に取られてもね。うわぁ！こいつのシュート、ほんと必殺級の威力があるから。止めろ！いやあ、クイーノさん、お前の死は無駄にはしない。なんとか、なんとか、よーし、よし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 。オッケー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 。いいぞ。ポジション変えましょう。あ、そういう、こういう変えるじゃないんだよな、終わり。ミサキをもっと前に出したいんだよな。エドモン君が向かってくる。ダメだ。ギュームくん、イノさん、クリアでしょ。まずはクリア。あー、打ってきたか。ブロックすらよかったかな。止めてくれ。くそー、ジェスト、ジェストくーくー、マジか。ですね、ポジション変えます。モーリス、ドリブル上手いやつって20でしょ。モーリスはどんぐらいだ。15か。イノさん、あー、やっぱミサキが飛び抜けて上手いのかな。カルダン、この辺はもうディフェンダーだもんね。まあいいや、とりあえずこの布陣で行って、ミサキとナポレオンどっちかに合わせるって形で行こう。もう攻撃的な布陣で行きます。はい。はい、ここ時間使って点数取っていきましょう。はい、オッケー。一旦後ろに戻す。そしてまた後ろに戻す。
そして、サイドに展開するか？いや。イノさんに渡しましょう。イノさんくん。アグネス・チャンさんみたいな。で、ワン・ツーで、この11番を振り切る。ちょっと、位置的にカットに入るかもわかんないけど、あ、大丈夫だね。オッケー。かわして、ここで、ミサキに、ナポレオンに渡そう。よし。よし。撃つぞ。撃つぞ。キャノンシュート。これはもう絶対入れたい。オッケー、ぶっ飛ばせ、ぶっ飛ばせ。キーパーもぶっ飛ばせ。さっき2、3人弾いたじゃん。終わった。くっそ、モーリス。変えない。パス。ミサキに合わせろ。ミサキに合わせる。もう、これでね、ワンツー、ワンツーでエドモン。これでちょっと高いボールか低いボールかわかんないけど、ミサキに合わせると思うから、これを、危ねえ。これでシュート打って1点取る。あれ？シュート打てないのか。ミサキ俺に回せ。キャノンシュートで決める。お前ガッツねえだろうが。ガッツねえだろうが。無駄だ。ちょっとこれひどくないっすか？これ理不尽すぎません？これ。ちょっとこれ、理不尽すぎるこれ。ちょっとひどくないっすか？僕の意思とは、僕の意思は尊重されないんですかこれ。ひどくない？まあでもここでボール取ったらまだわからん。まだわからない。パスか。パスだね。ミサキ取ってくれ。せめて弾くだけでもいい。よし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 。マジか。行くぜ。もう一気に行く。ドリブルで。もうキーパーも抜いてしまおう。あ、間違った。シュートじゃない。シュートじゃないんだよ。ドリブルでかわしたかった。お、マジか。おお、よしよしよし。いやもうドリブルでかわそうと思ったんですけど、間違ってシュート打っちゃって、それがまあ結果オーライって感じですかね。じゃあ、ちょっとね、ミサキをちょっとディフェンシブなところに戻したいんだよな。オーソドックスで、オーソドックスにして、ミサキを4番に変えます。アルベール。こいつディフェンダーだから多分ドリブル能力とかもないと思うからな。不安だけど、まあ、1点守るためにこの布陣でいきますね。はい、試合再開。よし。この1点を守りきるぞ。残り3分、4分か。3分ぐらい。ここちょっと守りきります。はい、タックルでいきます。ここ取ったら、取ったら勝ち。くそ。なかなかそうもいかんか。ナポレオンももう守備に回ってくれ。多分ドリブルできて、ワンツーかパスかなんかで、頭で合わせるように。よしよし、いい。これでもう OK。これでも OK よ。いきなり狙ってくるかね。それはなかったか。パスだね。OK。これ時間はロスタイムだけだ。あとは笛待ち。よし、ここで岬が。パス。でもシェスターでしょ、多分。後ろに戻すんじゃない？それともサイドに振る？やっぱシェスターだよね。後ろに振ったか。じゃあ、岬が行け。くそ、サイドに、リベリオくんか？行け、岬。届かない。マジかー。ここが最後の。クリア。頼む頼む。くー、打たれた。
笛なってくれ。笛くー、おお、来た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 、やったやったぞ。ポスト様々ですね、ほんと。えい、いやー、ポストがほんと、いやー、ポスト最強説。よーし、シャンデリで勝利。はい、やったー、優勝だ。やったな、ミサキ。うん、でも、あ、シスターか。気になるな。で、セーブしますか。じゃあセーブしましょう。はい、モンテレー、いいえ。そしてガラガラになったスタジアムですね。ここは、お、こいつはあれじゃね。はい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 、うお、来た来た来た、ヒューガ来た、ヒューガくんね。お前はカペロマン誰だ。僕はそれ知らないですね。ふ、若島図ごときに止められるようじゃ世話ないぜ。力士ですね、力士。何、ヒューガさん。まあお前がどれほど甘いか明日の試合で証明してやるぜ。望むところだ。ヒューガと若島図はもう小学校時代からのチームメイトですね。はい、アミーガ、え、アミーゴ。メヒコリーグ第27戦、早くも場内は興奮のるつぼと化しています。すっげえお客さんだね、これ。メキシコシティでモンテレー。はい。ということで、今回はここまでにしておきましょうか。次はじゃあ、ヒューガくんですね。はい。ヒューガくんはまあ、なんていうか、キャプテン翼の世界ではまあ、同じ世代の日本代表のストライカーということでですね。まあ非常に楽しみですね。必殺シュート持ってるのかな、多分。まあそういうお楽しみはまあ次回ということにしておきましょう。ほんとこれ、一戦目からもう綱渡り状態ですね、これ。難しい。ほんと難しい。こんな難しかったかなっていう感じしますけど。うん、まあいいでしょう。はい、次も非常に楽しみです。ということで今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。